さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。私たちは元気です。さあミシェルさん、今週も元気に参りますが、はい、語学留学ってしたことありますか。語学留学はしたことないですね。してみたかったね。この顔でね、ベラベラじゃなかったらおかしいでしょう皆さん。そう、ね、意外にそうなんですよね。そうなんですよ、ね、意外なポイント。サッカー留学はってねあるんですけど、語学留学っていうのはね、なかなかみんな夢見るけども、うん、現実に行くのは難しいっていう方が、ね、多いんじゃないかなと思うんです、はい、今回スマホ1台で語学の勉強ができるサービスを、これ1台で、これだけで、はいはい、そんな企業様があるのでご紹介いたします。どうぞ。2008年全国の小学校を対象に外国語活動の一環として導入された早期英語教育、さらにより国際的な交流が予想される東京オリンピック開催の2020年度には英語教育を正式教科へ改定するなど、グローバル化を推し進める我が国にとって語学力の強化が重要な課題となっている。そんな時代に言葉の持つ力を武器に新たな英語教育を打ち出した男がここにいる。株式会社イングリッシュライフ、スマホ留学創設者塩原義幸。スマートフォン1台で完結するオンライン英会話スクール、スマホ留学。この画期的な英会話学習サービスを創設した塩原は、現在会員数20万人を突破したその勢いとともに、スマートフォンという多くの人が持つ身近さを活用し、新たな英語教育の普及に全力を注いでいる。今回は塩原義幸をスタジオに招き、スマホ留学の創設から誰でもできるリスニング方法まで詳しく話を聞いた。塩原さん、どういう経歴をお持ちです、はい、このスマホ留学創設に至ったのか教えていただけますか。はい、大学は行ってたんですけど、卒業したんですけれども、はい、もう本当に何もすることがなくて、気づいたら沖縄の下に石垣島ってありますね、その下に波照間島っていう人口500人の島があるんですけど、そこで僕自給自足の生活をしてたんですね。しかしまあそういう生活をずっと続けててですね、やっぱりなんか社会に貢献したいという気持ちが出てきて上京したんですね。当時から実は僕英語は少し話できたんですよ。あ、はい、そうなんです。日本一、語学習得に詳しい人になろうと思ってですね、それに興味はあったんですね。そうなんです。結果がその本屋さんで僕220冊本を買って220冊、はい、1冊1ページ破る、1冊1ページ破るってやると220ページできるでしょ、はい、それをちょこちょこパクって自分のメソッドを作ったという。なるほど。もうあのね、そうなんです。だから本当にいろんな先人の方の知識をいただいてですね、それで3ヶ月で英語が話せるようなメソッドというものを開発できまして、運動選手も模倣からだよ、みんな真似ることから何が始まって、ね、しばらくは英語、予備校ですとか、そういうところで英語の授業を作る、ゴーストライターとしてですね、僕は英語の授業を作る仕事をしてたんですね。しかしその後ですね、やはりその何のために英語を勉強するかってなった時に、仕事として活かせれなきゃいけないなっていうことで、僕はその後英語の仕事を一切やめ、営業マンになったんですね。その時にも僕は英語と営業の学校がこれから必要だって思ってですね、英語は教えれると、じゃあ営業学校を作るには一番自分が興味のないものを日本一販売してみようと思って、はい、そこで僕は美顔器という美顔器、そうなんですよ、初めて1年ぐらいで僕そのエステ業界で営業とはっていうなんと連載も出していただけるまでなってですね、その後僕の香港、シンガポール、ドバイ、この3カ国で僕はその美顔器を売り始めるんですね。ドバイまで、はい、ドバイまで、シンガポールもあって、そうなんです。結果はやはり売り上げってのは立ったんですね、うん、あ、これでいいんだ、僕はその学校を作るのと思ってたので独立したんですね。それで、まずは英語の学校を作ろうってことでスマホ留学っていうものを作ったと。はい。英語との出会いっていうのはどういうところ？英語はですね、僕10歳の頃の夢が、海賊になるってことだったんですよ。で兄に、いや僕ね夢があるって言って、じゃあ海賊になりたいって言ったら、あ、じゃあな義幸、中学校入ったら英語勉強しとけって。なんでかって、海賊になったらお前世界回るんやろ。僕素直でしたから、分かったって言って、そっからですね
もう僕本当にもうずっと英語の勉強しててですね、もう昼休みとかは船の絵を図書館でずっと描いてるとか、あと海図とかね、もう英語が楽しくて、楽しいものに出会ったんですよね。そんな波乱万丈な人生を歩んできた塩原が次にスタートさせた事業がスマホ留学の創設であった。今や多くの人が持っているスマートフォンを使った画期的なサービスとは一体どのようなものなのか、さらに詳しく話を聞いた。何か物事を習得するってどういうことかっていうと、僕は3つの要素が必要だと思ってます。まず1つ目がインプット、でそれを学んだことを今度はアウトプットですね、でそしてそれを、先生やコーチや師匠にフィードバックしてもらうと。勉強ってやはり継続が必要じゃないですか、何でもそう。で継続するときに多くの方ってやる気でいかれると思うんですけど、僕やる気を出さずにできる方法ってないかなと。あ、知りたい。それが結局環境を整えるとやる気とか出さなくてももうやらざるを得ないでしょ。じゃあどんな環境があるかなと思ってこう携帯で調べたんですね。するとこれやんと思ったわけですよ。要するにスマホっていうものがずっとありますよね。じゃあスマホでインプットができアウトプットができてフィードバックまでできたら、これやる気いらないなってまず思ったんですよ。しかしです、インプットは結構簡単にできそうですね。何かこう見てもらって動画とか送ればね、しかしアウトプットとフィードバックってどうやってやるんやろと、しかし僕はまあここでやるわけだから。そうなんです。僕まあさっき申し上げたように香港シンガポールドバイでビジネスさせていただいてて、香港行かれたことありますか？あります。香港人ってどうやって携帯使ってるかって今度また行った時に見てほしいんですけど、はい、彼らはこう使ってるんですよ。こうじゃないんです。あ、どういうことかっていうと、そう見たことあるな。中国語って、簡体字と反対字ってあるんですが、簡体字っていうのはこう簡単な字ですね、で書きやすいんですけど、反対字ってもうすごい大変なんですよ。だから彼らはこれをねメールで打つ時に打ってられないからボイスメッセージで飛ばしてたんですよ。あ、じゃあ学んだことを音のね勉強ですから、あ、音声送ったらいいんだと。でそれで先生たちにまた送り返してもらったら、しかもスマホでね、雨降ってても別に外行かなくていいですよ、体疲れててもスマホありますから。これを毎日コツコツ継続してやれば3ヶ月である程度英語って話せるようになるんじゃないかっていう仮説を立てて、一応モニターさんを取ってやってみたら、なんと1週間で発音がまず上手になって、2週間でもうかなりこう話せるようになられた方がいて、自分だけで恥ずかしくもねえしな、思いっきり言っちゃえばいいんですもんね。しかもそのオンラインではありますが、そのフィードバックっていうのはその生徒さんだけのためだけのフィードバックですから、ですから自分だけのやつなので3ヶ月これ続くんですよ。リスニング、聞き取りができないっていうところで、まずこの壁にぶち当たる人が多い気がするんですけど、なんでなんですかね。英語を聞いてですね、聞き取れない時ってあるじゃないですか、実際どんな英語だったんですかってこう答え見た時にめちゃくちゃ簡単な時、これショックですよね。ショックです。なのでじゃあちょっと授業をしてみましょうか。はい、はい、お願いします、はい、授業、はい、ちょっと簡単にということで、今回は特別に英語をうまく聞き取る方法を塩原から学ばせてもらうことに。誰でも簡単にできるというその驚きの学習術とは。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、先ほどご質問いただいたのがどうすれば英語を聞き取れるようになるかってことなんですが、これ答えもうさっき言います。英語は言えれば聞き取れるなんですね。このフレーズ非常に大事なので、ここをリピートアフターにしてもいいですか、はい、いきますね、2拍子でいきます。英語は言えれば聞き取れる、はい、英語は言えれば聞き取れる、もう一回、英語は言えれば聞き取れる、はい、英語は言えれば聞き取れる、ありがとうございます、はい、非常にこれ大事です。どういうことか、言えないから聞き取れないってことをまずは分かってください。なので CD をいくら聞こうが言えなければ何もリスニングアップしません。あ、そうですか、はい、じゃあそれを例えばね、革命的な意見です、ね、じゃあ例えば、はい、これまず頭の中で発音してみてくださいね。じゃあさあどうぞ、どんな発音ですか？ Water ですよね。見た目から想像される音が Water ですよね。しかし実際の発音というのは Water Water、ね、そうなんです。これT ではなく D なんですね。そう、見た目から想像される音と実際の音との間にギャップがあるってことはそれ言えてないんですね。他にも D なんだよ。そうなんです。さあこれ
これなんて読みますかね。パーティー、ね、普通パーティーって言いますよね。しかしこの T もですね D に音変わったりするんですね。なのでパーリーパーリーってなるわけですよ。つまり上手な発音になるとそういった英語を言えれば聞き取れますから聞き取れるんですよ。そしてまた発話もできると。これをスマホでインプットをしてアウトプットもして、しかしまたフィードバックをもらえると。これを90日間続けることで言いたいことが言えるようになる。それがスマホ留学ですね。なるほどね。ジンとくるね。あ、ぐぐっとテンション上がっちゃった。俺何人みたいな。そうなんだ、はい。スマホ留学はお客様の年齢層はやっぱり若い方が多いんですか？あ、なるほど。結構僕セミナーもさせていただくんですが、はい、一番上の方で80歳とか、はあ、70歳とかの方が英語は言うのは聞き取れるとかやりながらですね、歌って踊ってやられたり、小学生なんかもねいらっしゃったりしますので、結構幅広い年代の方が学んでいただいているという、はい、興味がやっぱりおありになるしね。なんかの時に一言を通じるっていうのはまた最高ですしね。なんか最近アメリカ横断された？そうなんです。アメリカ横断に行ってきてですね、先生なんてしてるとですね、いやそれは塩原さんだからできるんじゃないんですかって言われるんです。ただ教育者として僕はそれ言われたらダメだって思ってて、あ、塩原でもできんのやったら私でもできんじゃないのかと。あ、なるほど。でそれを思っていただくためには、僕がやったことのないことばかりに挑戦していこうと。それをもうリアルタイムにで SNS とかでこう放映しながらですね、あのアメリカに行ってきたと。全部本当に1ヶ月半行きましたけど もうほぼ毎日初めてのことに挑戦すると。ギネスホルダーの方とかもたくさんいらっしゃるから会いに行くとか、あとはそのいろんな、ね、大きな会社にいきなり行って突撃訪問するとかですね。あとは僕ニューヨークでもですね新聞に掲載していただいて、現地でセミナーしたんですね。いきなり初めて行って、で英語でやるんですよね。英語でも日本語でもどちらでもそうですね。塩原先生のことなので、はい、本当にまた新たな展開をいっぱい今お持ちなんだろうなと思うんですけれども、ちょっと教えてもらえますか？そうですね、やはりもう小学生ですね。これからは僕が、まあ、予備校で英語を教えてたってこともあり、まあ、若い方が本当夢持って海外行きたい、しかしですね英語ができないから夢諦めたっていう方が僕すごくお会いするんです。若い方でもですね、リスニングっていうのは言えればいい、でも言えなかったらリスニング伸びませんから、ちゃんと言う練習とかをどうせだって早い段階からってことで、これからはその小学生に対しても授業を展開していこうと思ってます。言葉の持つ力を信じ、飽くなき挑戦と進化を続ける塩原芳幸。そんな男が心に刻む座右の銘とは。コミュニケーションの本質とは相手の反応が全てであるっていうことを僕はいつも心がけてるんですね。特にまあ英語の仕事をしているとですね、コミュニケーション、英語の仕事をしてなくてもコミュニケーションってことはよく聞きますし、コミュニケーションが大事だっていうのはこう皆さん思うところなんですが、じゃあ実際コミュニケーションって何なのかっていう時に、ペラ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 饒舌に喋ることって思いがちなんですが、言葉がたどたどしくても相手が本当に涙流してね、本当に聞けてよかったって言ってもらえることにコミュニケーションの醍醐味があるので、英語をねこれから勉強される方なんかには、正しく話そうじゃなくて伝わるように話そうっていう、だから本当にこれからなんか特にその人間味出してね、あのやればいいと思ってるし、僕自身がそういう風に行きたいなと思ってて、なので今みたいな、まあ格言というか、まあそういった言葉を僕は大事にしてますね。素敵だな。一番日本に今足りなくなってきてるところですからね。何かこう勇気づけられるお話でした。今日は本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。